いかにその対応できる選手、一発のホームランでどうでも転ぶゲームデッカーあるわけですよ、やっぱり攻撃重視なんですよ、ゲームに壊れてほしいな。それでは石毛ひろみ CB です。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタン、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。さて今回は、はい、どこよりも早いオリンピックオーダー予想。どこよりも早いかうん、そうですねもうね、普通だったらあと2ヶ月弱で、ね、オリンピックありますね。そうです、うん、7月23ですか、開会式がね、はい、うん、迫ってますが、まあやるやらないはね僕らが決める話じゃないんで、もしまあやることになって予定通り行くんだったら、はい、侍ジャパンのメンバーですか。そうですね、オーダーでいきますか。オーダーいきますか、はい、まず、まあ、私が一応選んだ、はい、野手、14名、投手が、ね、ちょっと分かんないけど、一応、はい、野手14名、野手、はい、投手10名という感じでいきますと、まず野手ですね、キャッチャーですね、はい、甲斐、森、大越と、一塁手、はい、村上、二塁手、菊池、浅村、三塁手、岡本、ショート、坂本、源田、外野手、柳田、鈴木誠也、吉田、周東、そしてルーキーの佐藤、はい、14名ですね。で、佐藤はサードもできるという、はい、周東は、まあ、ユーティリティ的にどのポジションも守れるし、終盤に来てもダイソーでも、何年か前のこの彼の足でね、勝った時があったんで、ちょっと欠かせないかなという、まあユーティリティ的にも欠かせないかなという、はい、で源田はまあ守備要員、まあ彼もサードショートセカンド、うん、まあ一応守れるでしょうと、そういうところですね、はい、浅村は二塁手の他にまあ一塁手もやってもらいましょうみたいな。でキャッチャー森、大越、はい、そして梅野という3人のうちから悩んだんですけど、はい、うん、甲斐、森、大越、まあ大越もユーティリティでどっか守れますから必要だったのかなと思いました。でこの14名ですね、はい、オーダーは1番坂本、ショートです。2番セカンド菊池、3番レフト吉田、うん、4番ライト鈴木誠也、5番センター柳田、6番 DH で浅村、うん、7番ファースト村上、8番サード岡本、9番キャッチャー甲斐、そういう形で考えてみました、うん、国際大会なんで、はい、そうそうデータもあるわけじゃないし、実際今のその好調な選手、不調な選手いるかも分かりません、はい、もう国際大会でそう対戦することもないし、うん、要は初対面に等しいピッチャーにどういうふうに対応していくのか、はい、あら順応してくれてるのか、はい、そのためには好不調で選んだちょっと間違いかなと思ってまして、やっぱりそれなりのポテンシャルだったり技術があったり、そういうものがないと対応できないだろうなと思ってまして、まあ、対応ということを考えていくと日本ハムの近藤も捨てがたいと思っていたんですけど、吉田がバッティングじゃなんでかというとやっぱり攻撃重視なんですよ。そうそう点は取れないし、やっぱりこう攻撃的な布陣を組みたいなと思って、で吉田は外せないと。そうすると、まあ、吉田はちょっと守備に不安があるんで、ゲームの7回8回9回くらいにはダイソーから守備要員として近藤よりはシュートの方がいいんではなかろうかなって気がしたんですね、はい、うん、そんな感じなんです。だから要はいかにその対応できる選手かなという、はい、うん、そういう形で選びました、はい、うん、まあ、今現時点ですね。現時点ですね、はいはい、4番は鈴木誠也選手なんですね。国際大会プレミア12も出てますし、そういう面では経験がありますね、うん、うん、僕の中においてはチームの4番は右バッターに打ってほしいという願望が強いんですよ。右ですか、はい、はい、読売巨人軍の時の長嶋さん、はい、右ですよね、うんうん、西武ライオンズの右の清原、今は岡本、はい、鈴木誠也、うん、チームの打順の中でだいたい3番バッターって好打者が多いんですよ。そこそこ率は残すだろうと、はい、だけど4番で右バッターで打つとこれは得点がね2倍3倍になってくるんですよ。うん、まあ、そういう風な傾向というか感じてるんですね、はいはい、4番で右バッターが打てば得点が増すという、うん、そういう面では鈴木誠也右バッターだし、はい、誠也に
まあ、4番を打ってもらいたいなという、うん、でその両サイドは吉田と柳田と、まあ、固めてもらいたい。浅村を6番に DH で入れたんですけど、はい、まあこれは菊池との兼ね合いでいいと思います、うん、浅村は案外勝負強いし、右にも打てますしチームバッテもできるんで、うん、こういった吉田鈴木柳田が塁に出て最後をこうちょっとこう勝負強いものでタイムリー打ってもらいたいなと、うん、そこでちょっとピッチャーがかかりそう村上が出れてガーンと一発で仕留めてホームランを打つとかね、はい、うん、そういう風になってくれたらいいかなっていう。なるほど、うん、予想の段階ではありますが、うん、ピッチャーが ね、 ピッチャーどうしましょう、僕の一押しの宮城、うん、はい、オリックスのピッチャーなんですけど、これ若いんですけど初対面のバッターでも12秒の対応できる球種とコントロールは持ってるなって気がするんですね、うん、僕はなんかこう宮城が頭から離れないんですね、うん、であとも同じオリックスの山本、はい、うん、彼のそのピッといったキレのあるボールはフォーシームは強すんじゃないかなと思いますね。であとはちょっと変則で阪神の青柳、うん、やはりアンダースローだけどアンダースローの力投型なんですね、うん、だこう結構体振って腕を振って投げてくれるんで、はい、今日本人のバッターのやられる姿を見るとなんか腰が引けたりですね、うん、なんか自分のスイングをさしていないという打ち取り方が目に焼き付くんですね、はい、多分初めて対戦する外国人のバッターもなんかちょっとこう慣れない、うん、なんかなんでみたいな、だいぶ適応してくれるのかなっていう気がしますね、うん、あとまあカープの森下、はい、フォアボールで崩れるタイプじゃないんでいろんな球種でストライクが取れるというところですよね。安定性、うん、で森下、はい、高橋コーナーも一皮むけて、はい、バッターの進行を外せる投球はできてるのかなって気がするんで、うん、その点ではちょっとこう使ってみたいなという、うん、その辺はねいろいろこう高橋とか涌井だとか田中マー君だとか早川だとか浸潤はするんでしょうけど、あとはその悩む中においては柳ですね、中日の、うん、5年目くらいで中日でそっか明治から出たピッチャーなんで、まあ、学生の経験もあるしプロに入ってドラフト1位で入っていろんな経験も積んでその辺がちょっと使ってみたいかなって気がするんですね、うん、僕の推しでは宮城、山本、青柳、はい、うん、森下、この辺は、うん、ピッチャー10人ですから、はい、先発もう一人だと高橋光成、涌井、田中将大、早川、柳で菅野の状況がどうなるか分かりませんけど、はい、この中から一人もう先発入ってもらいたいかなというところですね。セットアッパークローザーの方ではまあ、これどうなるか分かりません、はい、西武の平が今非常にまあ防御率 0-0 でいい話だし、はい、同じくカープの栗林も新人ながらあのバットを打ち取るボールは持ってますん で、はい、うん、で左で厚みを出すんだったら楽天の松井が入ってもらいたいかなという気がしますんで、まあ、この辺の中から10名を選んで先発と、まあ、普段は先発だけど中継ぎに回ってもらうようなそういう分かりムードも出てくるかも分かりませんけど、まあ、その辺は自分の顔を通さずに稲葉監督の下で自分の顔を通さずに、なんかこう日本のために日本の野球のために頑張るような役割と仕事はしてもらいたいかなというところですね。それでね、はい、一人新人で佐藤入れたんですよ。あ、はい、国際大会ですから当然よその国もこうガタイのでかいのがいっぱい来るんですよ。佐藤さん勝てますよ。で当たったら長打という魅力があるじゃないですか、国際大会なんて一発のホームランでどうでも転ぶゲーム展開あるわけですよ。でサードも守れるし外野もこなせるし、はい、足はあるし肩はあるしということで、はい、新人だけどそういったポテンシャルの高さあるいはその彼の持つ長打力これは国際大会で発揮されていいんじゃないかなっていう、もしそういうポジションをいただけるんであならばちょっと佐藤にはそうです、ね、十分に暴れてほしいなっていう、暴れてくれるんじゃなかろうかなっていう期待は十分にある選手です、はい、見てみたいです、はい、ただこの中で日本ハム、ロッテの選手もちょっと少ないし中日 DeNA という球団から少ないんですけど、はい、そうですね、そういうことは言わずに、はい、うん、12球団から1人選ぶということじゃなしに、勝つためにどういうメンバー構成をしてくるのか、それにまあ徹して侍ジャパン立ち向かってメンバー構成して、ね、世界に立ち向かっていって日本の野球をアピールしたいな、してってほしいなというところですかね、ね、日本での大会ですから。そうだよね、
まあ、注目度高いと思いますから、はい、うん、ひょっとしたら次回のオリンピックがなくなるかもわかんないんで、ね、日本で開催されるオリンピックに野球とソフトボール、はい、メダル取ってもらいたいなところですね。頑張れ侍ジャパン。楽しみにしてます。はい、ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。